皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アラスカ航空のマイレージサービス、こちら購入していただくとですね、今最大 60% 増量キャンペーンというのがやっておりますので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ね、アラスカ航空のマイレージサービス、こちら購入していただくとですね、最大 60% のボーナスがもらえるということで、これね、最大ということで人によって違うみたいなんですよね。私はね、ちょっとログインしてみたら残念ながらね、40% 増量だったんですけども、これね、最大 60% ボーナスマイルということで、このね、アラスカ航空っていうのは2021年まではアライアンスにね、加盟してなくて、2021年にですね、ワンワールド、JAL と同じのね、ワンワールドにアライアンス加盟したということで、知ってる方もね、結構いらっしゃるかなっていうふうに思うんですけども、ちょっと前まではですね、めちゃくちゃお得だったんですよね、このアラスカ航空のマイレージサービスっていうのは。そのね、めちゃくちゃお得だった部分はですね、ちょっとね、閉鎖された部分はあるんですけども、今でもね、かなりお得にね、利用することができるっていう風になりますんで、今回の動画ではこのマイレージサービスのね、購入 60% ボーナスマイルキャンペーンの解説と、あとね、アラスカ航空の基本情報、またね、おすすめの路線ね、解説していきたいなっていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、今回のアラスカ航空のマイレージサービス購入していただくと、最大 60% ボーナスマイルキャンペーンの詳細ですね。公式サイトね、こんな感じになっておりまして、私はね、40マイルということで、You have unlocked up to 40ボーナスマイルっていう風に書いてあると思うんですけども、こちらね、最大 60% の方もね、いらっしゃるっていった形になります。で、期間がですね、2022年の4月の13日から2022年5月の24日16時59分までという風になっております。こちらね、公式サイトを見ていただくと時間ちょっと違うと思うんですけども、私の方でね、日本時間にね、直させていただいておりますので、この点ね、ご了承ください。で、今回のキャンペーンの特典なんですけども、3000マイル以上ね、購入していただくと 30% 増量、1万5000マイル以上購入していただくと 40% 増量っていった形になります。ちょっとね、私は 40% で来てますんで、おそらくね、多分60% 増量の方も1万5000マイル以上ね、購入していただかないと、この 60% ね、つかないっていう風になってると思います。で、今回のね、購入上限なんですけども、アラスカ航空のね、マイルは1年間に15万マイルまでしかね、購入することができないっていった形になっております。これね、アラスカ航空の上級会員だったらね、これ制限なくなったりするんですけども、まあ日本の方でね、上級会員持ってる方はなかなかいらっしゃらないかなというふうに思いますので、まあ基本的にはですね、1年間の購入上限は15万マイルまでっていうふうになっております。それでは次にですね、今回ね、アラスカ航空のマイルね、購入していただくと、ボーナスマイルということで、1マイルの単価ね、どのぐらいになるかね、ちょっと計算させていただきました。ここらにね、表を出しておきますけども、今回ですね、1万4000マイル以下でね、購入すると 30% 増量で、1万5000マイル以上購入していただくと 40% 増量っていう風になりますんで、もしね、購入される方いらっしゃいましたらですね、1万5000マイル以上ね、購入してください。で、この表のですね、1万8000マイルのところ見ていただきたいんですけども、1万8000マイルね、購入していただくと 40% の増量がつきますんで、2万5200マイル。で、こちらの購入金額が税金込みで 532.13 ドルということで、円換算にすると68,457円ということで、こちら1マイルの単価はですね、2.7 円っていった形になります。まあ今ね、皆さんご存知の通りですね、円安がね、凄まじい勢いで、進んでおりますので、1マイルの単価はですね、40% 増量でも、2.7 円ということで、こちらね、60% まで行くと、2.3 円とかになるんで、60% の方であればですね、かなりいいのかななんていうふうに思うんですけども、今回のね、この、アラスカ航空のマイルっていうのは、基本的にね、メインでおすすめ路線っていうのは、国際線っていう風になりますんで、1マイルね、だいたい3円ぐらいになってると思うんですけども、3円ぐらいでもですね、国際線であればですね、全然いいのかななんていう風に思うんですけども、1マイルの単価はね、こういった形にね、なります。それでは次にですね、アラスカマイルの基本情報なんですけども、まずアラスカ航空のね、マイレージサービスは、片道発券ができて、なおかつ誰にでも発券することができます。ですので、友人、知人とかね、誘って、
利用するっていうこともできます。で、マイレージサービスの有効期限は3年間っていう風になってるんですけども、利用もしくは加算があればですね、また3年間延長延長みたいな感じでされておきますので、実質ね、まあ無期限って言ってもいいんじゃないのかなと思います。またね、オンライン発券可能っていう風になっておりますんで、まあこのオンライン発券可能だからなんだって話なんですけども、このね、アラスカ航空っていうのはアプリも英語ですし、ウェブサイトも英語ですし、コールセンターも英語なんですよね。ですので日本語で利用することがね、なかなか難しいっていう風になっておりますんで、またね、今はね開放してないそうなんですけども、キャセイとかもね、こちらアラスカ航空のマイルで利用できるんですけども、こちらね電話じゃないと発券できないそうなんですよね。ですのでキャセイね利用、まあ今はできないですけども、今後利用できるようになった時にもですね、こちら電話でね利用する必要があります。またね、燃油サーチャージがですね、アラスカ航空の場合かからないっていう風になっておりまして、一部例外はね、ブリティッシュエアウェイズとかアイスランドエアとかね、そこら辺はちょっと対象外になるんですけども、基本的にはですね、燃油サーチャージがかからないっていう風になります。またね、発券手数料としてアラスカ航空以外のね航空会社を利用していただくと片道 12.5 ドルがかかるっていう風になります。またね、変更とかキャンセルとかですね、こちら結構お金がかかるっていう風になっておりまして、125ドルっていう風になります。こちらね、予約を24時間以内はね無料みたいなんですけども、こちらもね覚えておいてください。で、先ほども言った通りですね、日本語サイトもありませんし、コールセンターも英語ですし、ウェブサイトも英語、アプリも英語っていう風になっております。まあこういった感じのね、アラスカ航空なんですけども、このアラスカ航空のね、マイレージの、まあ一番のおすすめポイントはですね、ご自身以外にもね、発券することができるっていう点と、またね、燃油サーチャージがね、かからないんですよね。ANA とか JAL とかですね、国際線の特典航空券発券するときに、燃油サーチャージっていうのはね、かかってきますよね。この前の私の東京からニューヨークファーストの帰りビジネスで帰ってきましたけども、あれも5万5千か6万円ぐらい取られたんですよね。で、それがですね、今燃油サーチャージね、円安とまた原油の高騰ということで、6月からですね、さらに値上げになるんですよね。ですので、この前私が乗ったのもあれ5万いくらって言いましたけども、あれも多分6月以降発券すると多分7、8万とか下手する10万とかいっちゃうかもしれませんので、まあこういった形でですね、燃油サーチャージはね6月から上がるんですよね。まあこういった感じの燃油サーチャージがこのアラスカ航空はねかからないっていう風になっておりますんで、まあこの点はね本当にいいですよね。だからもう先ほどの言った発券手数料と税金と空港使用税みたいな、まあそういった形でね発券することができますので、かなりねいいのではないのかなと思います。それでは次にアラスカ航空のねマイルを使ったおすすめ路線なんですけども、やはりね一番おすすめなのはですね、JAL のビジネスクラスを使った東京アジア間の路線ですね。東京からクアラルンプールとかね、こういった路線はですね、JAL で発券しようとすると4万マイルプラス燃油サーチャージがねかかるわけなんですけども、これをアラスカ航空のマイレージサービスで発券すると2万5000マイルで、またね税金とかねそういったものを含めても41ドルでね発券することができるっていう風になりますんで、2万5000マイルとだいたいまあ6000円とか6500円とか、まあそのぐらいでね発券することができるっていう風になってるんですよね。まあ4万マイルと2万5000マイルの差ということで、ここでもねかなりの差があるんですけども、燃油サーチャージもねかからないっていう風になりますんで、まあこの路線はね本当に有名ですけども、かなりおすすめ路線っていう風になっております。またね、東京からクアラルンプールの路線であるとですね、シンガポール航空のボーイング777-300 のねビジネスクラスとかも、こちらちょっと必要マイル数はね6万マイルプラス税金48ドルということで、まあ、ちょっと上がってしまうんですけども、このシンガポール航空のね777のねこのビジネスクラスっていうのは ANA マイルでね開放してないんですよね。ですので ANA マイルでね乗ったりすることができないんですけども、このアラスカ航空のねマイレージサービスだと、まあちょっと6万マイルということで多いですけども、利用することがねできるっていった形になるんですよね。東京からアジア間だと、このアラスカ航空のねマイル5万マイル持っていればですね、往復ビジネスクラスでね利用することもできてしまうっていう風になりますんで、ここはねやっぱりねかなり強いですよね。いつかねここも解約入ってくるんじゃないかななんていう風に思ってるんですけども、冒頭に言った通り少しね解約になりましたって言いましたけども、まあここはね未だに残ってるんで、
ので、ここはね、本当におすすめですね。まあ、それ以外にもですね、昨日ね、本当に半日ぐらいかけて、アラスカ航空のね、アプリずっとポチポチね、探してたんですけども、JFK からイスタンブールまで、こちらブリティッシュエアウェイズのボーイング 777-300ER のファーストクラスなんですけども、こちらね、片道7万マイルでね、利用することができます。ちょっとね、ここは7万マイルね、利用することができるんですけども、このブリティッシュエアウェイズっていうのは、燃油サーチャージかかっちゃうんですよ。ですので、ちょっとね、ファーストクラスは7万マイルで乗れるんですけど、税金でね、793ドルかかるんで、まあ大体 10万までいかないのかな。まあ9万ぐらいはね、まあ10万ぐらいまでいきますかね、今のレートだと。はい、ということなんで、まあ一応ね、JFK からイスタンブールまで、こちらファーストクラスね、ブリティッシュエアウェイズのファースト7万で乗れるんですけども、燃油サーチャージはね、かかってしまいますけども、ここも利用することができます。またですね、おすすめ路線としては、シンガポールから羽田を経由したニューヨーク。このね、JAL のビジネスクラスもね、結構おすすめです。ここね、6万5000マイルプラス税金など含めて89ドルでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ご存知の方多いと思いますけれども、羽田からニューヨークのね、ビジネスクラスって基本的に100万ぐらい、もしくは100万以上ね、することもありますんで、ここがね、6万5000マイル。しかも、このシンガポールから羽田路線もね、ビジネスクラスで来ておりますんで、まあ、ここもね、かなりおすすめですかね。まあ、それ以外にも、成田から JFK のJAL ビジネスクラス、ここもね普通に6万マイルとかでね利用することができますし、またねカンタス航空のシドニーからサンフランシスコ、ここねビジネスクラスで5万5000マイル発券することができます。これね海外のブログとかだとファースト取れるって書いてあったんですけど、ちょっと私が調べた感じだとファーストは出てこなかったですね。もしかしたら日付とかね、まあなんていうんですか、ラッキー路線じゃないですけども、このタイミングでしかみたいな感じで取れる場合もあるのかもしれないですね。あとね、結構びっくりしたのはアメリカン航空の成田からニューヨークですね。こちらね、6万マイルでファーストクラス取れるんですよね。これはね、結構びっくりしました。これね、普通にアメリカン航空で同じような路線で、まあ成田からニューヨークまでファーストクラスね、130万だったかな。まあこれが6万マイルとかね、取れるので、これはね、結構いいのではないのかなと思います。まあこれはね、直行便ではないんですけども、はい。成田からダラス。で、ダラスからニューヨークみたいな感じで、成田からダラスまでがボーイング 777-200 ということで、ここはね、ファーストクラスみたいな感じですね。まあ一応乗り継ぎにはね、なるわけなんですけども、このね、アラスカ航空のね、私前、アプリでね、ずっと検索してたんですけども、アプリもね、かなりしっかりしていて、路線もね、非常に調べやすいので、で、お得路線もね、結構多いですし、またね、燃油サーチャージもね、かからないっていう風になりますんで、かなり利用しやすくてね、いいのではないのかなと思います。まあでもやっぱり利用しやすいのはやっぱり日本路線っていう風になりますんで、成田からねニューヨークとかもそうですし、東京アジア間とかね、このアラスカ航空のねマイレージサービスはかなりねお得に利用することができるっていう風になりますんで、まあ2万5000マイルぐらいなんで、これが7万円ぐらいでしたね、倍マイルで。まあこのぐらいはね持っていてもねいいのではないのかなと思いました。ということで今回ですね、アラスカ航空のマイルを購入していただくと最大 60% 増量キャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、いやこれね、改めてね、路線とかを詳しく調べてみたんですけども、結構お得路線がありますんで、ある程度ね、持っておくのもね、いいのではないのかなと思います。徐々にね、海外に行けるようになりそうじゃないですか。ゴールデンウィークもね、ハワイのツアー組まれたりとか、シンガポールもですね、4月の20何日、明日だったかな、はい。事前検査不要でね、行けるようになったりとですね。本当にね、どん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 海外がね、近くなってる感じがしますよね。このアラスカ航空のね、マイルもお得にね、利用することがね、結構できそうだなっていうふうに思いますので、ぜひね、今回のキャンペーンも含めてですね、チェックしていただければなと思います。このアラスカ航空のね、マイルの難点なところはですね、貯めづらいんですよね、アラスカ航空のマイルって。アラスカ航空のマイル自体は、本当に交換できるってなると、マリオットポイントぐらいしかね、
ないかなと思うんで、そうなってくるとマイレットモームプレミアムカードで決済で集めてマイル交換するとかね、まあ、それ以外だとバイマイルみたいな、まあ、そういった感じになるかななんていうふうに思いますので、まあ、ひとまずですね、お得路線がね結構ありますので、マイル持ってなくてもですね、路線自体ね調べることできますんで、まあ、ちょっと時間がある方はですね、アプリダウンロードしていただいて、マイルでねどんな感じで利用できるのかね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。